元西武ライオンズ辻初彦さんにバッティングを教えていただきました。現役時代首位打者も獲得した名手辻初彦さんの打撃理論とは。最近バッティングで悩むクーリンがいろいろと相談させていただきました。なんかさ、こっちで踏ん張れないんですよ。逃げるというか、うまく止まれないんですけど、なんですかね。左足が抜ける感じが、打ちに行ったら浮いちゃうんですよ。これやっぱりラプラン打ち方インコースが来たら、バッティングが苦しいバッティングですよ、苦しいバッティング、苦しくやっぱりそのギリギリまで我慢してから、肩の位置我慢してから、ブカッと帰ってからバンって回るらしい、ラプラン打ち真ん中でこう良くない自然と入るもんじゃない。これだと抜ける感じのないです。そう、最後のチームまだ向こう側ちょっと遅い、もうちょっと早く、もうちょっと早く、そうそうそう、そこそこ残しすぎたらあれよ、リンゴさん一気にこんなところに力負けすぎたら、そのためにタイミングは早くと、ね、これが泳ぎじゃないからね、これが泳ぎだ、これ泳ぎじゃない、こうやってパンって打てるわ、あんまり喜んで打つってイメージじゃない、そこでいいから、ポイントはその前に、これがすごい、最後そう言われたやつ、こっちにすごい乗る感じある、打ってる感じ、全然違う、トップの位置をしっかり捉えたら、そこから腰を回す、これが残れば自然とここに、ここに入ってくる、打ってる、早めの方がいい、早めというかやっぱりヘッドこう出てたんです、これが外からのアウトサイドに、このイメージを持っておいていくのかな、そういったらここに収まる、結構こねるって言われる、ちょっとこねてる感じなくないですか、実際ボールあったら別かもいいけどな、来るんだから、ここに消えてあるんだ、ないのだ、ある意味守備とも関係ですよ、ボールが来るまで待つみたいな、あるだから要するにグラブを打つタイミングが必要だと、早く早めだと、現役時代は基本センターが右に強い打球を見たり、いやそんなことないです。やっぱり基本はやっぱりセンター、本当は最初からしないなイメージ。あんまり最初から打っててしまったじゃなかったから追い込まれるから多かった。そしたらやっぱりどうしても球数投げさせようという最初しないようにとかそういう意味で最初ガンガン全部引っ張れから始まった。はい、ガンガン引っ張るだったの。引っ張れるやつはいいバッターになるんだ、俺そう思って、引っ張れないやつはいいバッターになれない、やっぱセ・リーグのピッチャーの方が変化球多いなって感覚があって、パ・リーグの方が力のピッチャーが多い、だから逆に変化球は多分遅くなる、時間あるもん、はい、
楽だ。変化球打ちのピッチャーの方が得意やったんで、3割3分。いやー、得意だとどうか、いや、そこはね、肘があった。いきなり3割3分打たれたんで。肘があった。肘ですか。打撃フォームとかを変えたとかじゃないあ、やっぱりだいぶ変わってきたね。最初はやっぱり、後ろに構えたりしたけど、はい、最後はもう、近めに下げて、ある程度自分の中で反応を、これ使って、リズムを。ちょっと予備動作つける方が打ちやすくなったんです。その方がやっぱりある程度そういうのを使わないと力負けするやつは38か、はい、でもまあ打つポイントとかは変わってない。そうだね、予備動作とか変わるけど、うん、さらにやっぱり準備が早くなった。やっぱりタイミングよく振れれば前からね、いけるんですよ。当たり、はい、バット振ってんだからタイミングを合わせられれば、ピッチャーそれを投げてくるのに、心から来るぐらい、とにかく合わせられる。それで変化球待ち、まっすぐ待ちの変化球対応ができれば、これはベストだ。でもそれだけ簡単にいかない。追い込まれたら、要するに変化球っていうよりも、タイミング、スライダー系ぐらいのスピードのタイミングで待って、まっすぐ触るっていうんだ。そういう感じだった。そういう感じです。反応の練習っていうのはなんかされてたんですか。どうなの。今はなんかここにボールつけて今がどうやってやってるのか。どうなの。パンチとかするじゃないですか。そんな昔はそんな時代じゃないからね。そんな中でパッとした時にパッと反応できるかどうか、もう自然とだったら気がするけど、ね、気合で反応できちゃってるみたいな。いやね、やっぱね、昔はもうセーブが強かったから、セーブ包囲網だよ。他のチームが全部うちを倒そうとローテーションも、エース級が必ずうちに向き合ってきたから、ね、そういういいピッチャーばっかり対戦したから、逆にそういう技術みんな上がっていかないのか。イラブとかアワノとかさ、まあイラブそういうノモとかさ、あそこらがガンガンうちにずっと投げてきたから。ノモさんは振らなかったんですか。フォアボールで。そうね、俺の時あんまり投げない。あ、投げないですか。僕振らないから、フォークあんまり投げない。プレーボールで3者連続フォアボールだったから、その後、4、5、6が三者三振とかなんです。変化球でもそれもヒットしなきゃいけないことないわけでしょ、野球は。ゴールスと違って、OB いくら打ってもいいわけだからさ。結局ね、フォアボールを打つ技術も必要なのよ。だから、線で捉えなさい。あっ、抜かれた時に、こねちゃったら内野飛んじゃうから、それを我慢すればファウルになるでしょ。そういうことなの。そういう技術がないと。でも これこのままいったらファウル。もちろんこれがこうなると。だから右に行こうと思ったらこうやって打たない。こうやって。ワイヤーがファウルだ。そうそう。だからここでポイントでこう行ったらポップゴロ。ここに入ったら。どう見てもファウルしかいかない。だから早く準備ができてないとそういう打ち方もできないわけだ。ボールがタイミングを落としてるし、そうなんて差し込まれたらそれもできないわけだ。差し込まれたらもう当てれない。あ、ダメ。差し込まれたら。だから差し込まれた時には超えてみるんですけど。難しい。これをここに見ようと思ったら、これが張ってたらもうリラックスだ。この柔らかさがやっぱり上がってない。追い込まれると本当に三振したくないから中途半端に振れないですね。どうしても入れちゃいます。いや、俺らも最後追い込まれた方が頑張れ。そんな格好よ。本当に山ほど失敗したから、ツーボールよし、まっすぐ1、2、3、2、2、3、4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 、
まあそういう間違いもある。可能性ゼロじゃない。多いわ。深い。追い込まれたらやっぱり球数投げさせたり、いろんな結果を上げるために反対意識が強いから、中間あたりに意識が。はい、打席でも引っ張ってホームランとかも、うん、あれでイメージはあったんですか？あるある、バッツとかもあるし、俺はもう、次は打ってこないから、最初はスーッて1個することもある、たまには振っとかないと思ったりなんすごいね、面白いね、話聞いてると。どうもありがとうございます。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。